はい、どうもこんにちは。藤本動画藤本です。本日もまた藤本動画アップしていきたいと思います。今日は東京都の、ね、江戸川区にあります葛西臨海公園の方に、ね、やってきました。で、今日、ね、何をしに来たかと言いますと、こちらのカメラ、ね、もう何度か、動画の方にアップしてますけれども、ミノルタの X700 というカメラね、はい、これが、使えるようになったんで、これで試写を、ね、しようかなと思ってやってきました。で、ついてるレンズが、ミノルタのニッコール 50mmF1.4 という、ね、レンズ、こちらのレンズで、ね、これも、まあ、あのヤフオクで、ね、購入したものなんですけども、初仕様になります。とりあえず3本持ってきてるんですけども、富士の、ね、業務用100と、あとカラープラスね、コダックのカラープラスなんですけど、今ね、時間がもうちょっとね、3時近くになるんで、今日はね、カラープラス200の方、少しでもね、感度の高い方を使っていこうかなと思います、はい、ね、またフィルム入れるの失敗して無駄にしたところなんで、慎重にね、やっていきたいと思います、はい、で結構ね、難しいんですよね、このフィルム入れっていうのが、なかなかね。で、これで慎重にゲル出しをして、ここにね、もうちょい出すか、いいか、こんな感じで、で何回かねちょっと巻いていく、電源入れたい、はい、でそうか、ワインダーついてるからこのまま自動で巻いてもらえばいいんだ。でこれでこうか、はいね。でまだね S のまんまなんで、もう一回もう一個、はい、これで1枚目になりましたね。はい、これでねフィルムのセットが、整ったので、こちらの方でね写真を撮っていきたいと思います。じゃあまず何撮っていこうかな。あそこにある噴水をねちょっと撮っていこうかな、はい、まずは巡航で撮っていこう。じゃあちょっと一回その辺、その噴水のあたり、ちょっとね、今 ISO200 の、フィルムを入れてるんでね、シャッタースピードはね1000分の1ぐらいにねしとかないと。あ、まず変でシャッターですね。はい、じゃあね、フィルムの減りが早かったね。こんな早くなくなる。結構無駄打ちしちゃったからな、なんか失敗して。じゃあこれをこうで、よし、カリ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 。よいしょ。ね、コダックゴールド200取り切りました。何枚か、何枚かつか結構失敗してる可能性があるんだろう。はい、ここからは X700 で撮った写真をちょっと、ご覧いただきたいと思います。まずねこちらはね、ちゃんと露出計を使って撮った写真になりますけれども、使った露出計がセコニックの、308S というね、露出計を使い、とりあえずちゃんと露出を測って撮った写真になります。絞りはね確か F4 ぐらいで撮ってたと思うんですけれども、この後、ちょっとね、露出計を無視してしまい、F8 に絞った写真がこちらになっています。ちょっとね真ん中あたりがねなんかだいぶアンダーが出てしまってるんですけどもね、はい、こちらは、逆光で撮った写真になるんですけども、こちらもねちょっと背景の方にね露出は合ってるんですけど、人物ね A ちゃんの顔がだいぶ暗くなっちゃってますね、はい。まあ、この辺ねちょっとあの、まあ、とりあえず写真が写ればいいやぐらいな感じで、まあ、あの荷物もねいろいろ多かったんで、露出計をね、使ってたのは本当に初めの頃だけで、カメラ内についてる露出計とかのねちょっと見方使い方もいまいちちょっとよくわからないんで、この辺ねアラート音がピーピー鳴ってたんで、まあ露出が合ってないよということもね、
知らせてくれてたんだと思うんですけども、その辺のねアラートの意味もちょっと理解してなくて使ってたんで、まあ、こういった写真になってしまいました。ただね、まあちゃんと使い方はね、理解して使えば非常に使いやすいカメラなんじゃないかなっていうのが印象ですね。はい、あとはね、まあワインダーとかつけてるんで多少ね柄が大きくなってしまって、まあ、持ち運びもね、X700 本体そのままをね使うよりかは全然こう大きくなって使いづらいっていう部分があったんですけど、その代わり巻き上げがねワインダーで自動で巻き上げてくれるのでフィルム装填が楽だったりとか、あとはね、まあ、本当にシャッターを押すだけでねこう写真が撮れてしまうというね、普通のフルオートのカメラと変わらないような使い勝手でしたね。ワインダー付きのカメラって初めて使ったんですけども、まあ、すごくまずはね、まあ、所有欲的にもねワインダー付いてるカメラって結構かっこいいんで、すごい良かったです。はい、この辺はねもう完全に逆光でね、僕が映ってますけど黒つぶれしちゃってますね。はい、これはね A ちゃんにシャッターを切ってもらいました。妻の色とかいいんですけどね。で、あとはまあちょっとねフィルムスキャナーのね都合だと思うんですけど、ちょっと粒子が荒いのと、あとなんか変なノイズが入っちゃってますね。はい、まあでももともとねちょっと、前回動画とか見ていただけると分かると思うんですけども、ちょっと調子がね少し悪かったんで、まあ、電子接点の問題だったと思うんですけども、購入してねしばらくシャッター切れてたんですけども、途中からシャッター切れなくなって、で、まあ、あの手この手ねちょっと外せるとこ外してねちょっといじってみたりとかして、まあ結果電子接点のところねちょっと拭いてあげたらまた使えるようになっている形だったんですけども、まあ販売自体がジャンク扱いで販売されてたわけではないんですけども、まあ結果ねジャンク品だったかなというふうなところにちょっとがっかりしてたところを復活して、こうやってちゃんと写真が撮れているということでね、もう本当に写真が写るだけでありがたいなというところだったんですけども、はい、でちょっとねこちらの方は開放で撮ってるんですけども、まあ、時間帯がね、まあ、今の時期で夕方のね4時過ぎ5時ちょっと前ぐらいだったんですけど、意外と明るく綺麗に撮れてますね。やっぱりこれが F1.4 のね 50mmF1.4 のレンズで撮ってるんですけども、まあレンズの力でしょうね。あとはフィルムねコダックゴールド200で撮ってるんで、ISO感度がね200の、フィルムということで、まあ少しね100で撮ってるよりか当然明るく撮れる。これなんかちょっと明るすぎるぐらいかな、うん、はい、まあちょっとまあでもこの描写力とかもねこうすごくね 50mmF1.4 のレンズねすごく綺麗に撮れていて、色味なんかもすごくいいってね、本当にね購入して正解なカメラだったかなというふうに思います。レンズも含めてね、もともとついてたのはトキナーのね望遠ズームレンズがねついていたんですけど、そちらはねちょっとカビ玉だったので、まあ、いずれねちょっとAmazon とかでいろいろこうレンズを清掃するね道具とかをいろいろ今用意して購入してますんで、まあ、時間があったらねこの、手持ちをねちょっとカビっぽいレンズっていうのを分解洗浄して、まあ、動画なんかもねそれ撮っていきたいかなと思っています。はい、でこういった形で、まあ、ちょっと水の色がねちょっとね赤茶色なんでね綺麗とは言い難いですけど、葉っぱの緑の色とかねすごくよく出てますね。はい、まあ、あとはどっかの観光地のようなイメージでね、こう橋の奥行きと、手前にねえちゃんに映ってもらって撮った写真、観覧車をバックにちゃんと撮った写真、まあもう観光スナップみたいな写真になっちゃってますけど、